借金いらない。どちらなんだろう。ああ、借金。あの、僕チャンネルへようこそ。はい。昨日はですね、ノックアウトメインで、うん、鈴木ジローバースゴミ高のボクシングマッチだったんですけど、見ました僕さん。まだ見てないです。あ、見てない。あの、あれは見たけど。ハイライト。ハイライト。どうでした？同世代というか。まあ、だからなんかみんな見た人は、はい、やっぱゴミさんすげえみたいなこと言ってたけど、まあ俺は認めないけど。まだ認めない。いやいや、あの人はすごいじゃんって。いや、すごいっすよね。言っちゃって。だちょっと、あの、なんだろう。こうフルスイング。はい。ね、フルスイングゴミ。ゴミフルスイング、ゴミフルスイングさせてあげてたなっていうね。ああの鈴木選手が、うん、鈴木選手がね、 あんましこうね、師匠をいたぶってもあれだから、うん、つっても入っちゃうんだよね、ボクシングマッチなんで、はいはい、すごい気合入ってたじゃないですか、鈴木選手、ね、はい、前に出て、はい、よくやるなと思って。いや、すごいっすね。膝がちょっとやっぱ膝の調子気になっちゃって、ぐねんないかなと思って、あのサポーターしましたね、はい、もっともうぐるぐる巻きにしてやってほしいけど、まあよくやるっすよね、うん、45だったかな、45歳で、まあ46の年、46の年か、うん、で現役王者の鈴木選手とやり合っちゃうっていう、すごいなと思ったんですけど、まあすごいポジション で、うん、でファイトまで気になるよね、池田君ので、そうっすね、連絡してちょっと聞いてみます。いや、いいですね、間挟まして、ね、すごいよね。そうですよね、73キロで、そう、あの黄金の、黄金のやっぱ武士道階級ね。そうですね、あ、そうなんですよ、やっぱ73っていうのがまたでかいっすよね、海外にない階級だから。確かにライトのウェルターの間、そうそうそう、だからそういう階級で上に行けなかった人も、そういうどん詰まの見つけれなくて行けなかった人とかもいると思うとね、まあ、そんなのみんなそうだろうって話だけど、大変だよね。いまだにこの73に対してはこういい印象があるんじゃないですか。70まで落とすのしんどいなみたいな、はい、でも77はでかいみたいなさ、一番そうストレスなく、なくいいコンディション作れるという。だからそれでも10キロぐらいやってんじゃないですか、ゴミ選手。73でも、体はすっきりしてましたもんね。ね、はい、びっくりするぐらい、うん、普段からちょっとお願いしますって。これで年末いつまでバカンス入るんだろう、ゴミ選手は。どうなんですかね。でもなんかもう昨日の試合後インタビューで。うん、メイウェザーとボクシングマッチしたら、プル選手とボクシングでやってもいいよみたいな、自ら提案されてる、ね、薄いなそれはなんかの興行でね、ゴミプロ なんとか何十周年祝いとかでね、ちっちゃいところで、あの披露宴会場とかでやってもらいたいんですけど、それはディナーショーみたいなね。この46の年っていうと、まあもうほぼ同世代じゃないですか、うん、やっぱあの年でああいう試合をするっていうのはやっぱりすごい大変ですか。いやー、すごいんじゃないですか、うん、まずこの試合作っていかなきゃいけないじゃないですか、うん、ね、自分の感覚で試合出てた時のスタミナとか分かってるんで、はいはい、ね、こう自分の衰えを感じながら、ね、うん、それでもまだいける部分はあるみたいな、まあ、そういう葛藤をね、はい、みんな巻き込まれてるっていうそれに、なんか昨日の試合、今さっき鈴木選手がフルスイングマッチをしたんじゃないかって話でしたけど、うん、パッキャオ戦になるともうパッキャオともやるわけじゃないですか、うん、違う展開になるんですかね、鈴木さんの組み立ては。いやー、だからもう、だから罰金とかもすごそうじゃないですか。すごいみたいです ね、はい、蹴りとか入れてほしいですけどね。蹴りとか肘が当たったらなんかやばいです。そうそう、だからまあボクシングだからね、パッキャオが今どういうコンディションで試合してくるか、うん、パッキャオも多分同い年ぐらいですよね、ゴミ、うん、さんとか、うん、ボクさんと。メイウェザーが1個上だからね。あ、そうなんですか。へえ、
じゃあみんな同世代だね。同世代なんで、なるほど、うん、やっぱアイジア見るとボクサーもいやいやいけえなと思います。いやそのパッキャオとミエーザーじゃないにしても、うん、そのリングに立つゴミさんを見て、いや全く思わない。思わないああいうなんつうのボクシングマッチとかさ、はいはい、すごい、そうあんまなんかこう目立たない大会とかエントリーして出るとかっていいけど、はい、お膳立てされてさ、はい、まあ、そんなことは絶対ないんだけど、はい、ゴミくんしかないんだけど、はい、ちょっとああいうのしんどいな。ああそうですか。ね、違う前座とかでね、はい、ひっそりとひっそりとやるんだったらやりたいよね。ああそうなんですね、うん、ボクシングマッチとかはないっすよね。ない、キックはありますけどね、うん、大変だよ打撃は本当。MMA の方がむしろ、まあそうだね、一番つらいのはあの今のキックル K1 ルールっていうの、キックルールだよね、はい、あのもうクリンチなしのひたすら3分殴り合うやつ、やるしかないやつですね。もう速攻ブレイクで、はい、はい、はいって、あれが一番しんどいと思う格闘技で。あ、そうなんだ。今ねそれがオープンフィンガーが一番そうそうそう、違う、それのムエタイだったらね、まだもう国が確かに確かに投げたりもあります、ね、そうそうそう、あるけどひたすらスタミナ勝負になるん で、うん、でスタミナってやっぱ練習が一番出るんで、ね、ああなるほど、スタミナ練習ってもっと真面目にやんないと、うん、スタミナってキープできないんで、そうっすね、そう、それすごい大変だな、うん、今何の話したんでしょ、何の話したボクシングルールが本当かって、ね、そうそう、なんかああいうのもすごい大変だと思うんだよね。 そうそう、その点をちょっと話戻しますけど、うん、森さんは3ラウンドを前に出続けてて、うん、スタミナも切れてなかったのかなっていう、すごいね、はい、ドーピングとかやってんじゃない、やってないタイプだと思いますけどね、本当森さんはアルコールドーピング、いやそれはやってるかもしれないです、ね、試合前に、はい、飲んだら調子いいじゃん、試合後のねマイクとか試合後インタビューはなんか勝利者みたいになるあるある、やっぱね、はい、すごいプレッシャーの中でね、うん、戦い終わっちゃうとね、で一発二発いいのもらってると、はい、めっちゃ喋っちゃうスイッチ入っちゃうけど、ね、入っちゃう、でそういうのはやっぱセコンドとかがこう止めないと、はい、あもうこの辺でみたいなね、ドミさんのことは誰も止めないですよ、だから大変だと思うよ、だって鈴木選手の試合後インタビューのところにも、うん、多分マイク持って入っちゃってますよ、隣座っちゃって、ね、さえまあ絵面的にいいんだけどね、はい、まあ、長かったと思うよそこにいた人は大変だと思う、まあこういろいろね今そういう異種格闘技じゃないけど、そうですね、エキシビション的な、ね、多いじゃないですか、はいはいはい、ね、だからまあそういうのを声かかる人はどんどん、だってそれでお金もらえたらやるでしょ、そうです ね、まあ、マックレイガー対メイウェザーがこの中で始まってますからね、来てるね、はい、次のビッグマッチはタイソンとあーYouTuber ローガン・ポールか、うん、ジェイク・ポールか、あれも楽しいですけどね、あいつ強いっすからね。ね、じゃあまあでかいでか、普通にでかくてなんか何かしらやってるでしょ。ボクシングマッチってなんかそういう意味でなんか組みやすいんですかね。うん。とりあえずボクシングならできるでしょ。確かに。MMAファイター。確かに。じゃあちょっとそんな感じ。あ、オッケー。そうですね。ボツになるかもしれない。ボツになる。まああのダベってるだけですっていうテロップ最初に言う。あ、なるほどね。はい、ハードル下げといて。そうですね。保険かけて。保険かけてから見てください。ということで、はい、またちょっとこういう緩い動画も撮りつつ、僕チャンネルやっていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。良い週末を。週末じゃない。